2020明治安田生命 J2 リーグ第6節です。水戸ホーリオック対 FC 町田ゼルビアのゲームをお届けしてまいります。水戸にとってはお客さんが入ってこれが2試合目ということになります。このケーゼンキスタジアム水戸にもこの拍手が、戻ってきました。さあ水戸のメンバーをご覧いただいています。こちらが前節から6人変えてきました。ゴールキーパーが三重川です。ディフェンス右から岸田、運動家、細川、そして富山です。中盤の底平野と山田が入って、で右山や左に森という2人が初先発の2人、前線が中山と山口です。さあ一方の FC 町田です。こちらがほぼメンバーを変えずにここまで戦ってきています。ゴールキーパーが秋元です。ディフェンス小田樹、深津光太、水本、そして奥山という4バック、これも変わらずです。中盤の底佐野海舟と高尾レオ、ここも変わらず、で右尾の吉尾もずっとここまで先発です。で今日は左に平戸が入って、前線ですがベテランの中島優輝が入り、そして19歳高卒の春山美咲が初出場、初先発ということになりました。左足なら吉尾です。その吉尾がレッド、おお、これグラウンド気味で、おお、いや狙ってきましたが、ポスト2回当たりました。なんとかかき出した水戸です。意表ついて狙ってきましたね。そうですね、さあ平野がサイドを変えて、いいボールです。これを溝を濡らしてボールが伸びていきます。そしてアーリークロス、逆サイド3人いますがダイレクト、中山、おお、ディフェンス入って奥山のカットでした。大きな展開から最後フィニッシュです。前線の中山が触る、さあ左フリーだ、流れていった山口に入った、山口がチャンス一つかわして、山口先制、水戸ホーリーホック、山口和は今シーズンこれが2点目。いい形で流れて、それをしっかりとコースインサイドで押し込んでいきました。前半の10分、水戸が先制です。ここのセカンドボールの後だったと思うんですけども、はい、そこからショートカウンターみたいな形で、ここのもうエリアは山口選手おそらくもう自信を持って、持ってるエリアなので、もう自分でコースをしっかり開けて、はい、シュートですね。技術の高さですね。とスルーをして、おグランダーつないできた、これ流していった、高枝、またポスト、またこれ水戸からすると救われました。このままつなぐ、また山口通ってきた、山口ダイレクト、最後フィニッシュまで行きました。間で平野、さあ流していって山谷が走る、逆サイド山口が猛スピード来た、山谷カットして大石決めた、今度はこの山谷が右から左へのカットイン、山谷今シーズン初ゴール、もう奪った後ですね、奪った後のこの縦パス切り替えの速さで、もうここで1対1を作り出しているので、ここからは山田選手特に中というような形ですね。マソビッチは、中には入れません。もう一度戻す、奥山中で、吉尾が中入ってきた、吉尾右なら山口、左なら森です。山口入れてきた、ファーサイドフリーだ、運動か、完全にフリーになっていました。運動がオリフェンス3対0、今ボールの質も良かったんじゃないですか。素晴らしいですね、山口選手の今のボールの質は今まで
どちらかといえばニアに合わせる速いボールだったんですけども、はい、ここに来て小野田選手が合わせてきましたね。ちょっと高く、今までよりも高くて、はい、そしてなおかつ速いボールですね。さあ逆にここは後ろは今松田2枚1つ右回った3対3同数運びながら左を使いました。富山です。おお、フィニッシュ富山。いや、松崎か。素晴らしい。おお、右足振り抜きました。松崎海です。これももう奪った後の流れるようなカウンターでしたね、はい、あ、左足、左足か、すごいですねこれ。裏に出してピットブル胸で落とした。動かしながら時間を作って、そしてゼロで終えました。水戸今シーズン初のクリーンシート4対0。そして今シーズンホームの初勝利を挙げました。